さあ、始まりました。みんな、じゃあね、ハロー、カメです。しょうちゃん、パンダ、娘、本日はドイツ村さんに来ております。わー、ということで、本日の企画は賢いやつだけ焼いて食うバーベキューと賢者の飯。何何何クイズを僕が出します。それに答えられた方のみ野菜みたいなのを提供するんで、それを焼いて食べれるという、そういう企画でございます。プリットの中でのアホトップ4が集まりました。ってことはファンタスティックアホってこと？あ、ぶつかった。それ行こう。ボンちゃんさ、取り方がアホすぎる。そうでもなったら俺が多分一番頭がいいので、これだけ食べます。あれ、いや、お腹空いてる？めっちゃ空いてますよ。あ、じゃあかわいそうだ。え、なんで？今日一口も食べないから。あ、かわいそう。あ、そういうこと？うん、あ、じゃあそのままお返しするわ、その言葉。ここで争ってるけど、はい、この人が一番なんで。いやー、心配だな、サスケさん。バレてますか？なんでサスケなんだ。いきますよ、早速、はい、アホは食べられないバーベキューとケンタの飯、いってみよう。ということで、最初の食材はこちら、野菜。一応一番正解数少ない人はここの利用料金、食材料金全部自腹ということで、え、1問目野菜なんで当たり前クイズでいきたいと思います、はい、東京タワーの高さは 333m ですが、東京スカイツリーの高さは何 m でしょうか。やめんなよ、これは。待って、ね、それでは、じゃあ皆さん一斉にフィンガーお願いします、はいはい、せーの、634。しょうちゃんだけ639です。他のお三方数字合ってますけど、記号入れてない人もいますね、はい、単位。あ、ほんとだ。高さどのくらいですかっていう質問だったんだけど、何メートルですかって言ってるんだから。聞こえてました？何メートルですかって聞きましたか？言ってください、言ってください。東京スカイツリーの高さは何メートルでしょうか。言ってるじゃん。言ってるじゃねえかよ。だからそこはまあまあ、はい、まだわかんない、答え出てないから。確かにそうだ、そうそうそう、ね、こっちかもしれないもんね。こっちかもしれないけど、いきます。はい、答えは634メートル。確か確か。翔ちゃんが野菜ゲット。やめんな、最高。ちょっとちょっと超えて、食べよう食べよう食べよう。後ろに置いとこう。どんどん焼いていこう。いいじゃんいいじゃん。いいっすね。当たり前ですけど、やっぱ肉はレベル高くなるんで問題。あ、やっぱそうなんだ。野菜なんでこれ簡単だったんだね。これさ、マジでもし4人とも不正解だった場合はどうなるんですか。あ、MC が食べます。え、MC だけが食べます。じゃあもう戦いだ。そうです。いけました。いけました。いきますよ、もう。はい、いただきます。ごめんね。どうぞ。野菜堪能してください、皆さん。いきます。野菜はね、やるよみたいな。最高。うまっ。1日分の野菜取れました。じゃあ2問目いきます。はい、それでは第2問目の食材こちら、ソーセージ。よっしゃ。第2問目、時計の単針が1時間に動く角度は何度でしょう。2問目ですんで、これ確実な答えありますよ。はい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 。落ち着いて考えれば出ます。うんうんうん。 OK？ はいはい、お願いします。ドキドキするな、怖いな。ドキドキする。うん、皆さん一斉に答えをどうぞ。はい、せーの、30度。しょうちゃんだけ5度ですね。他が30度でございます。しょうちゃん、何でしょうか、ここはかなって感じで。なんで？なんで？5分が5度だと思ったってこと？1分1度ってこと？的な。完全に勘じゃない？やばい。考えたんですけど、ちょっと分かんなくて。あ、マジで？はい、申し訳ない。じゃあ一応なんか計算も書いてあるんで、なんでサスケは？いや、俺マジでそこに苦手で、円が360だから、うん、そうですね。それが全部で12あるやん。12日まで。そうだね。で、12で割ったの。一周、12やれば一周だから、はいはいはい、割る12をやれば1時間動く。はいはい。で、漢字間違いのやだから、どうひらがなにした。めちゃめちゃ保険張ってる。え、ほんとだ、ほんとだ。ということで、答えは、はい、どっち？30度。イエーイ。ジェ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 ゲルマン魂。うわ、選べるの楽しいね、そのやった。こっちいいんじゃないですか、そうそう。いいよね、食べます。やばいよ。よし、いいでしょう。はい、いただきます。うまそう。プリッと落とした。プリットチャンネル。これこそが、うん、これこそがプリットチャンネル。いい。この味も良さそう。うまっ。うまそう。美味しそう。プリッと。プリッサブちゃんの方。うん。いただきます。うめ。プリッと。はい。
はい、ということで続いて3問目いきましょう。はい、はいはい、続いて3問目の食材はこちら、もろこし。それでは第3問、はい、アニメちびまる子ちゃんでまるちゃんの名字はさくら、では友達のたまちゃんの名字は何？待って、なんだっけ。あの私、うん、エンタメが一番得意なんですよ。おろろろろ、テレビ関係任せてください、うん、それでは、はい、うわ、皆さん答えを一斉にどうぞ、はい、せーの、たまなみ。これは、はい、ということで、うわ、答えはほなみでーす。パッタさん、トウモロコシ総取り、やりました。はい、ほら最高、3つです、3つです。映えるわ、やっぱ黄色が。できました。はい、できた。うわー、もろこしいいですね。焼いてる、うわ、食べる、ね、うわー、もう邪魔なんの指はなんなよかぶりつき、うわ、かぶりつきだよ。うん、うん、肉みたいな、うまっ。そうなんですか。肉みたいな、ジューシー。完食。はい、完食。ありがとう。オッケー。ということで、4問目いきましょう。はい、はい、続いての4問目の食材はこちら、豚肉。うわ、肉ですからね、どんな手を使っても、はい、これ食べてほしいです、本当は僕も。なんですけど、ちょっとね、難易度が上がっちゃうっていう、それはすいません。難いんだ。じゃあ、いきますね。はい、第4問目はこちら、はい、アメリカ大統領選挙が行われる曜日は必ず決まっていますが、何曜日でしょう。絶対聞いたことあります、これ。マジ。ただ7択です。まあね、7択みたいです。分かんなくてもちょっと勘みたいな。これは翔ちゃんも確率ある。まあ、どっちかというとね、あの報道ステーションとか好きなんで。おうおうおう、はい、なんか網羅してますね、今のところ。それでは、4問目の答え、皆さんの答え、ああ肉だ、だってお願いします。せーの、火曜日。いや、これよく聞くなと思って、決戦の中枢でみたいな言葉を聞いたことあるんで、書きました。はい、全く分かんないんだけど、土曜日、日曜日、月曜日、金曜日、この辺にやってた場合、わざわざこの問題出さないと思うの。なんか当たっちゃいそうやん、なんかなんとなく。だからこういう風に日曜日を出す人いると思うの。で、こんなわざわざ問題出さないから、中途半端な、そう、火水木なった場合、火曜日ぐらいな感じ、ほんと勘。いいですか、4問目。どうなんだろう、答えは。どう、なんで当たったの。奇跡です。知らなかったんですよ、全く知らない。勘に近いってことでしょ、うん、すげえ。スーパーチューズデーとか聞きますからね。スーパーチューズデーだ、そういう、それ本気でもねえよ。よく当たったよ。よし、すごいよ。ということで、パンダさん、サスケ、よし、ゲット。イエーイ、見せましょう。はい、いいですか。はい、うわー、いい音、いい音。バイバイ。ウェイ、どんどん伸びてきた。よいしょ、ほんとだ、V があるね。はい、どうぞ。うわ、ほらほら、たまらんね。うわあ、ブラボブラボ、出ました。おいしい、プー、おさました、おさました。続いて、5問目いってみましょう。はい、5問目の食材、こちら、ジャーマンポテト。ジャーマン、何？ドイツだ。ドイツ。ドイツ。最高。で、できますね。はい。5問目の問題、こちら。土地の面積を表す際に坪という単位を使いますが、一坪は畳何畳分でしょうか。なるほど。来ました、チャンス問題です。お、あの不動産大好き。なるほどね。キャラにないことやめた方がいいですよ。結構その不動産の価格とか、やだね、あの見るの大好きなんですよ。あ、そうなんだ。結構休みの日一人でやってたりとかするから大好き。そうかな。俺大好きなのよ。お、で俺大工家がね、間違いわけない。そうだね。うわ、いいですね。はい、それでは皆さん答えを一斉にどうぞ。せーの、 2.5 畳。え、嘘、ちょっと1畳と間違えました。いや、本当は何なの思ってたの。1畳な、なになるほど、1畳は畳何枚分っていうんで、だと思ってました。1畳は畳1枚分ですよ。そう、だ、勘違いして。これね、すごい簡単だったの、うん、これ何、はい、1畳の倍で坪になる。なるほど。 あっていうのは知ってたんだ。そう、これ間違いない。あ、わ、すごい説得力あるね。え、私はもう戦える枚数。
2枚あれば戦えるのよ。戦える枚数じゃない。違いますよ。いいですか。はい、はい、おもめ答えは2乗。やったー。大工の息子、大工の息子。2乗だったのか。全ての過去がこういう答えを生み出す。予備校生の先生みたいな。全ての過去がある。先生みたいな。ということで、サスケと娘、食材ゲットー。え、これ何、バター。バターなんですよ。ジャーマンにはバターがついてます。うわ、いいなぁ。浅いね。浅い、ほんとに。はい、はい、はい、いいか。ちょっとベーコンの匂いです。これえげつないね、これね。なんかうわ、美味しそう。うわ、うまそう。すごい、もう。うまっ。うん、ご飯が、うん、ご飯が進むジャーマン。うん、グーテンタク。ああ、出ました。グーテンタクだね。おのずとね、もうドイツいるみたい。バタン今、ドイツに関わることを言う時間ではないですよ。ごちそうでした。6問目、いきましょう。はい、第6問目の食材といいますか、はい、こちらでございます。はい、ノンアルコールビール。うわ、ね、さあ、じゃあ第6問目いきましょうか。はい、うわ、出た。ひらがな一文字で表現できる液体は酢と血とあと一つは何。さあ、これは50音遡ったら分かる可能性あるんで、あと10秒で締め切りです。待って待って待って、10秒だ。10、待って、ちょっと10秒で。8、7、6、え、ま、待って待って待って、ちょ、10秒やめて。4、3、2、1、はい、締め切りでございます。何でもか書いてもいいよ。書きました、書いた、書いた、はい、それでは皆さん、答えを一斉にどうぞ。せーの、ゲーゲー。いや、欲しいやつね。はい、よく毛が排水溝に流れてくる。連想ゲームじゃない。じゃあ、崩ないの、これ毛、はい、こう、自分だけつなげんな。正解。ということで、皆さんお分かりの通り、正解は湯でーす。やったー。すごい、これ連連ですね。サスケと娘、ノアルコールビールゲット。おめでとう。わー、ドン、2本。マジで嬉しい、マジで嬉しい。じゃあいいですか。いいですか、ちょっと。はい、ということで、お疲れ様でした。ありがとうございます。うわー、すごいフレッシュな感じ。ね、待って、すごい、なんか、なんか麦、うん、うん、麦って感じ。チャンネルが変わりましたか。ノンゼチャンネルですか。うん、はい、オーケー。はい、おめでとうございます。わ、はい、ということで、次7問目やっていきましょう。はい、はい、続いて7問目の食材はこちら。はい、大量ソーセージ盛り。やった。これはジャーマンプルトも入ってるの。ジャーマン入ってる。やった。ってことはジャーマンの時に食べれなかった人はここで。うわ、やった。全部取り戻せる。これやったね。ほんとだよ、しょうちゃん。これだよ。ちょっとなんで難しいのになっちゃいますかね。やめてよ。食品がいいとね。7問目、またの名をルドルフの数といい、算数の授業でも習うこの数字のことを漢字3文字で何という。急に難しくなったね。で、ちょっとルドルフ聞いたことないんだけど。ないない。ね、授業でって言った。もう、うん、言った。それがめちゃくちゃ確実に皆さん習いました。いいですか、皆さん。書きましたね。これしかなくない？いきます。せーの、ブドウス。大勝負で。おはい。あと何ですか、こういう位置あるんですか、ワンツーみたいな。うん、あらすが数字ね。そう、それ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 と思ったんだけど、名前が出てこないからちょっと面白くしないかと思って。エンタメね。エンタメです。エンタメの答えね。はい、はい、いいですか。はい、お願いします。答えは円周率です。うわー、そうだわー。ということで、ソーセージ盛り合わせゲットー。はい、測ったろ。はい、測ったの。測ってませんよ。だって急に難しくなったんです。さすがに僕でも分かる問題を選んでます。ということで、もうどんどんいきましょう。続いて8問目でございます。はい、8問目の食材はこちら、ライス。やった、ライス飲む。ライス、やった。じゃあ、8問目よし、こい。はい、漫画ドラえもんでのび太の部屋は畳何畳でしょう。ちょっと、待ってよ。畳だけ重くない。で、点5つく。それだけ教えて。つきません。おっす。それでは皆さん、答えを一斉にどうぞ。せーの、6畳。不動産を好きだったら分かるけど、7畳、9畳っていうこの奇数ってほぼないのよ。畳がはみ出るの、これって。いいですか。お願いします。はい、答えは6畳。イエーイ。よっしゃ、やったー。やったー。
け白ご飯ゲット。すごい使えます。本当だったよね。いただきます。お米甘め。これ甘いわこの米。ね、敏感だから。ずっと出てたんだよね、唾液がね。大丈夫いいですかつけて。うわいいじゃん。バーベキューだよ。よいっちゃったよ。止まんないよこれ。うん、うん、俺はどういつも米ダメやん。よかったね。あれすげえ食べる。ちょっと食べた。はい。お、はい、オッケー。よし、行こう行こう。美味しそう。9問目、行きたいと思います。よし、来い。はい、それでは9問目。はい。食材はこちら。牛肉。まだあった。豚の次よ。待ってました。嬉しい。牛でございます。よし、来た。9問目、牛肉の問題はこちら。童話ジャックと豆の木で、ジャックが豆を手に入れるために交換した動物は？さあ、いいですか？はい、はい、もう書きましたね。はい、はい、一斉に答えをどうぞ。せーの、牛。今回の食材、うん、これと掛け合わせてるっていうちょっとおしゃれな出し方をこの人知ってる。ほうほう、牛肉でしょ。ほう、うん、そっちか。裏はそういうもんなんですね、はい、確かにそういうの好きそうだもんね、うん、そう好きそう。答えはうしー！もう帰る！ちょっとさ、いい感じの音が。しかもさ、牛だからパパッとこうね。いただきます。北島康介、北島康介出た。うん、うまいる。出ましたー。うわ、もうやばいやばい、楽しんでる、楽しんでる。私との楽しんでるよ。食べちゃおうね。わさび欲しいよ。わさび、わさび。どうです？うん、すごいぞ。完食。はい、完食。はじめた、はじめたよ。ということで、9問目終了。ラスト10問目、いきましょう。はい、ということで、ラストの10問目、食材はこちら。焼きそば。締めだ。そうです。ちなみに、考える時間、今回は10秒で。え、もうそしたら書いてください。時間勝負です。カタカナ一文字で最も画数が多い文字は何？答えをどうぞ。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。うわ、絶対違う、絶対違う、絶対違う、書いて分かった、書いて分かった、絶対違う、どうぞ、絶対違う、せーの、たけ、いいですか、はい、け、はい、1、2、3、3本。ダフテンだ、ボ、ボだ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 、そういうことじゃない、ということで、答えはボです。うわ、絶対違う、焼きそばは僕からいただきます。やったぞ。結果発表。4 7 5。ナンバーワン翔ちゃん、再開ごきになります。でも本当、皆さんとドイツ村を楽しめてよかったです。ありがとうございます。こぼせるのかな、成功しましたね。ということで、この動画を見てドイツ村さん楽しそうだなとか、バーベキュー美味しそうだなとか、ちょっとでも思ってくれたら、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。じゃあねー、バイバイ。24時間貸し切り騙し屋祭り。あー、一気飲め。あとは歯磨いて寝るだけだぜ。アホ。バイバーイ。アホでこうすればいいんだよ。